バレットファイヤーアームズはロニーバレットによって1980年に創設されたアメリカの銃器メーカーである。主力商品は M82A1 アンチマテリアルライフルである。M82 を1982年に開発したが、1989年にスウェーデン軍に納入するまで大きな販売契約を取り付けられなかったが、後に高い破壊力と射程距離が アメリカ軍の大きな注目を引き、湾岸戦争に投入された。その後、M82 はアメリカをはじめとして世界40カ国以上で運用されている。M82A1 の成功により、その後も M95 や M99、そして M99 から1といった、50口径ライフルを次々と開発している。これらの派生型の作動方式は、ボルトアクションであり、 セミオートでは発射できないが、M82 と比べて、民間人や政府機関にとっては手の出しやすい値段であった。現在は2つの大きなプロジェクトを抱えており、1つ目が 6.8mm レミントン SPC 弾を使用する AR-15、M16、M4 用の M468 アッパーレシーバーの開発製造である。この 6.8mm 弾は、 アメリカ軍をはじめとした西側各国で使用される 5.56mm、ナトウ弾よりも高い破壊力を持ち、特殊部隊による試験運用においてその威力が評価されている。二つ目が、XM109 と呼ばれる大口径狙撃銃である。これは M82 の 12.7X99mm、ナトウ弾を凌駕する、破壊力を持つ 25X59 バイト MM ナトウ弾を、 使用するモデルであり、これも特殊部隊に一部が先行導入されている。M82 と違って、成形作薬弾が使用可能で一部の主力戦車でも主装甲以外なら貫通可能となっている。蒸気のほか弾丸の新規開発も行っており、アメリカで規制が強化された。50BMG 弾に代わって銅弾を小型化した。 416バレット弾を開発している。ありがとうございます。